渋谷隔絶東京クロノス発売されましたね、皆さん。発売されてましたねって、これアップしてる頃には発売されて何ヶ月も経ってるかな。いや、でも俺が収録を今してる時はね、渋谷隔絶東京クロノスが発売されてまだ1週間経ってない頃なんですよ。もちろん俺も買いましたよ。アマゾンで注文して送ってもらいましたよ。でもまだ読んでないや。でね、今回やっていく章はですね、第5章。つまりですよ、神谷サイ君の話が出てきます。神谷サイ君の過去編、過去の話も出てくるんじゃないかなって思っておりますが、いきなりね、一週目にはなかった展開が出てきますからね、これ。政治家は多数決で選ばれる。あ、待って、これ。よくよく考えてみたら、俺一週目の内容を確認してなかったわ。ごめん。ちょっと確認してくるわ。確認してきたわ。まあ、ざっくばらんにどんな展開で一週目が進んだかっていうのは、ちょっと確認していきましたんで。さーて、違いが少ないところはね、違いがないなってところはどんどんカットしていくつもりなんでよろしくお願いします。でも序盤はいきなりなかった展開だからな。政治家は多数決で選ばれる。多数派に選任された者には最大多数の幸福を追求していく義務がある。マスの声を代弁し、マスの理想を追求し、マスの望みを果たす者。マスって聞いてはさ、俺どっちかって言ったら数学の方しか出てこないけどな。マスメディアの方やな、もうマスって。マスメディアのことをマスって言う人初めて聞いたけどさ、そういう言い方するもんなん。それが、神谷家の跡取り息子、神谷サイに課せられた責任だ。より多くを幸せに、俺はそのためだけに存在している。政治の一族に生まれた者は、生まれついたその瞬間から多数の理想通りに振る舞う義務がある。支持者がそれを望むなら俺はどんな風にでも変わってみせる。ってことはさ、もし魔法少女みたいになってくださいって言ったら、マジカルマジカルキローワンって魔法少女に変身するのか、見てみたい。名前を変える、生い立ちを変える、生物だって変えられる。みんなが望む俺になる。みんなが望んでいるのは男としての神谷サイだから、俺はサイなのだ。それでいい。こんな感じで、そうそう、神谷サイではなく実は神谷サイだったと。で、それの詳しい内容が渋谷隔絶東京クロノスっていう小説の内容になっとるわけじゃ。しかもシナリオレーターがさ、著者がさ、小山先生だからな、東京クロノスの本編の方もメインライターとして頑張ってくださった小山先生やげんな。そりゃ面白いに決まってるわ。まだ読んでないけど。ここを中に仮面をかぶる。そうして生まれ持った女としての自分を深いところに押し込める。多数によって選び出された生徒会長、神谷サイ。だから俺は、多数の期待に応えるために、あらゆることを成し遂げる。学校に働きかけて、学習環境を整える。優秀な指導者を、部活の外部コーチとして連れてくる。そして、時には、多数の生徒に害なす腐ったみかんを、霊獄に切り捨てることだって。酔ったな、これも京介くんが。そんなことをやってきた。どうして自分がここに呼び出されたかは分かってるよな。駅前の書店で君、万引きしたな。ああ、問い詰めよんじゃ、犯人の生徒に。何言ってんだよ。知ってねえよ、そんなこと。お前、生徒会長だからって何言ってもいいと。ああ、いいよ、言い訳は。ほら、これが写真。こっちの SD カードには映像記録も入ってるよ。おう。ちなみに元データは別にある。警察レベルのことをやってるな。な、人生終わり。何か言い訳でもあるか。俺がこれを教師や警察に持って行ったら、
君の内申書には窃盗の経歴がつくな。おう。君だけならともかく、所属している部活にも迷惑がかかるかもしれないね。大会も近いのに気の毒に。わ、ダークヒーロー感が強いな、お前。実は。お願いだ。何でもする。何でもするから。どうか学校にだけは黙っててくれ。え、今何でもするって言ったよね。で、相手が女の子だったらさ、エロい方向に持っていくんだけど、男だった。残念です。うん、ちなみに君何部？ああ、囲碁サッカー部か。これまで散々囲碁サッカー部が本当にこの学校にあったら、神谷君速攻で潰してそうやな。実績など上げられないのにとか、活動内容もよくわからんのにみたいな感じで、すぐに決死にかかろうとしてそうやな。でもまあいいよ。学校にも警察にも黙っておいてやる。俺も鬼じゃないからね。本当か？ああ、ただその代わり君には転校してもらう。は？転校ってそうなるわな。今年の子がさ、そんなこと言われたらこうなるよな。役所に申請すれば別学区の学校に通えるんだよ。本来は不登校の生徒への救済措置だけど、大丈夫。役所には俺から口を聞いておいて。役所とツーカーなところをアピールしている。これが子供のやり方か。申請が降りないってことはまずないだろうね。君の親にはさっき話をつけておいたよ。え？すぐにご了承いただけた。神谷家とことを構えたくはない。両親話してるのか、両親ともう話してるのか。それ学校側がやることやん。いや、待ってくれよ。転校ってなんでだよ。俺学校変えたくねえよ。もうすぐ部活の大事な大会があんだよ。チームを捨てるなんてそんなこと。確かに君は部活を頑張っているよね。スポーツにおける貢献には感謝する。あ、囲碁サッカー部じゃないな。貢献もクソもあるかわからん囲碁サッカー部なわけないな。これはここまで言ってるけど、スポーツなんじゃ。けれどそれを差し引いても、君の日頃の素行の悪さは目に余る。あ、授業を妨害する、いじめをする、そしてついには万引きとは、ね、ああ、それは確かにな。何か一定のところで優秀でも、他のところでちょっとそこまでやってしまったらなところはあるか。君は集団に害をなす腐ったみかんだ。だから俺が取り除く。人が人を切り捨てる。傲慢で残酷な行いなのは分かっている。俺はきっとろくな死に方をしないだろう。もしかしたらこれがさ、よー神よみたいな感じでさ、ジグソーが来るかもしれん。貴様は人をたくさん断罪してきた、その報いを受けるみたいな感じで、生きるか死ぬか決断しろっていうジグソーのゲームに参加させるかもしれんな。最後ちょっとそこはやりすぎだろうって思われとるかもしれん。でも覚悟はちゃんとできている。今さら悔やんだりしない。罪悪感も抱かない。何も悲しくなってない。だってその手の、情緒を持っている自分はとっくの昔封じてしまったのだから。そのはずなのに、どうして人を切り捨てようとするたび俺の胸はこんなにも痛むのだろう。きっとまだ俺の中に残っているからだ。弱い弱いさえとしての自分が。そうか、もともとはそんなに強い人間じゃなかったんやな。そうか、多分このあたりが小説読んだら分かってくるんやな。さえとしての
さえとしての自分だった頃のさ、弱い神谷くんが、多分小説読んだら見えてくるんだろう。頭な表紙にな、本当の神谷サイと写っとるさ、このサイとしての神谷くんがおったもんな、表紙に。小説の表紙。ってことは多分、まだ読んでないけんわからんけど、その、本来の神谷サイがどん、なんかの理由で死んで、その代わりとしてなっとるからサイとなっとサイがサイになっとるわけやけん。それをきっかけになんか強い自分でいるみたいな、何かきっかけがあったんだろうな。サイから後押しされて、第二のサイみたいな、第二のエルみたいな感じになってるけど。そういう展開なんやな、小説。多分、読みたなってきた。もう今ゲーム止めて読みたなってきたわ。でも寝る前にしよう。スクランブル交差点に戻ると、神谷、諸角、町コーチ、ロード、全員が揃っていた。この辺は一瞬見た人かな。ああ、ゆうちゃんがおらんのがやっぱ寂しい。隣におってほしかった。右隣におってほしかった。神谷が二階堂の隣に立つ僕を見て、小さく口を開いた。桜井。お前、桜井、これ、だったのか。この辺一緒かな。ああ、まだお前はそうですね。金、尻尾を取りに来るお前は、アメリカ育ちか、お前は。やめてくれ。神谷くんの質問に答えてください。諸角さ、胸大きいけどさ、お腹細いよな、これ。ボンキューボンって今こういうのを言うんだろうなっていう体験なんよな。素晴らしいよな。ビルの屋上から落下したが、死体すら見つからない。そうなんよな。展開はちょっと変わっとったけどさ、ユウがさ、なんかカンペを見て降りたんよな、屋上から。こうしないと話が進みませんみたいな感じのカンペを受けたんだろうな。そりゃしないとこのゲーム止まっちゃうもん。女の子が少ない、女の子が割合が少ななっとるのが、ちょっと俺としてはさ、危ぶまれてる状況ではありますね。もう一人さ、俺の右隣に女の子が100人ぐらいおったら、均衡が保たれとるというかさ、癒しがね、ね、あれですね、割合的な感じでね。今までの冷静さが崩れかかっている。とっさに助け船を出す。全部本当のことだ。犯人は黙ってろ。はい、ごめんなさい。で、一周目も言ったような気がするやん。ビルから落ちた。なんで安らかな顔だったんかよくわからんけどな。モモノは確かに落下した。うん。でも、どこにもその姿がない。うん。それはもしかしたら、東国や影山が見つからないのと同じ理由なのかもしれない。なんだろうな、神谷が小さくうなずいた。この世界、この辺は一緒かな。何が起きてるのか、それはまだわからない。とりあえず部屋で休みなよ。話は、また改めてゆっくりしよう。閉じ込めないでくれよ。ああ、あれと割とトラムなんだよ。神谷が目を線にして笑顔を浮かべた。その裏で一体何を考えているのだろうか。この辺はあんま変わってない。あんまってから別に変わってないんかな。あ、スキップがあるで。どう思う？どうって。桃野さんが消えたという話をすんなりと受け入れすぎている気がする。ああ、そう言われてみたらさ、そうか、この世界で潰し合い消し合いをやりよったけんさ、別になんか慣れっこじゃみたいな感じだった。確かに言われてみれば。でも神谷くん、思い出したことが何かあったんだったっけ。じゃあその思い出したことと照らし合わせて、ゆうちゃんがやったことはまあ理にかなとるっていうことを考えとったりするんだろうか。実は頭の中では仲間が消えたんだから、もっと動揺してもいいはずなのに。まあいろんな人間消してきた過去があるからな。けど仲間だからな。あ、来た。
多分ここら辺こうスキップが出とるあたりでさ、特に何か違うところがないんだろうけどさ、ちょっと背筋が寒くなる体験はね、もう一回皆さんにしてもらいたいのと、もしかしたら女の子に問い詰められるこの大好きな M な心の持ち主、あと諸角って結構人気な、割と人気なキャラクターなんで、あと、それと、諸角の体をもじもじと見たい人のために、この、多分違いはないと思うんですけど、この辺のチャプターが、ね、来た！来たぞ！近いな、ここ。ここ近いな。ここまで距離が近いって、ここぐらいしかないんじゃないかな、諸角と距離。諸角、京介君とそんなに、割と距離取っとけんな。なんだよ、諸角か。あ、ここ来た。びっくり見してください。た。父の膨らみ具合が半端ないですね。町工事君と何を話してたんですか？こう正面でさ、向き合って話すことっていうのが実はさ、珍しいわけで。物積みとは。いや、食べ物 のそ話。んなのんきな話してるか、ボケて話。あいつ好き嫌いが激しいって言ってたから、何かあいつの好きなもの。嘘つき。嘘つきって言われてもしょうがないわ、これ。神谷君のこと話していたんですよね。そういや、諸角ってさ、神谷君がさ、実は女の子ってこと知っとんかなって、すごいそのあたり気になるような。私、神谷君のことなら何でも知っていますみたいな感じでさ、ザ・クイズショーの桜井翔かっていう感覚かもしれんけんな。なんならさ、女子トイレに行くときはさ、角眉をかもしれんけんな。うまいこと、神谷君がみんなに女の子だとバレないようにかくまってるかもしれないからな。諸角にはもしかしたら話してるかもしれない。神谷君のこと詮索しようとしてますよね。別にしてない。どうして嘘をつくんですか？後ろめたいことでもあるんですか？なんだよ、別に何もないよ。メガネかけてる女の子って割と好きかもしれんな、俺。そんな気がするな。もう部屋に戻るから。神谷君のことを一番知ってるのは私なんじゃあ、神谷君が女の子だってことを知ってるのか？その辺ちょっと気になるぞ。メガネ外したところを見てみたいな。ああ。お、スキップができんようになってる。何か違うところがある？お、来た。そうか、こういう展開やったね。この辺であったな、そういや。ねえ、桜井くん。記憶の話のやつ。ここ重要なところなんで飛ばさずに行こずいぶん君の頭う。のできるだ中け飛はばさごなちい。ゃごちゃみたいだ ね。ごちゃごちゃしてますね。ベンツも懐かしいし。この辺のイラストも何か違いがあるわけではないか。そうか、僕は普段から割と冷静な方だと思うけど。ああ、この写真が結局何なんだろそれは冷静ぶってるだけじゃないのかな。現に君の頭の中はこんなにもごちゃついている。う。冷静ぶってる？人は皆役者、演じてるんだよ。確かにそうも言うけど、でも生まれ持った性格っていうのがあるだろああ。う。生まれ持った性格もうね。神谷君が生まれ持った性格とは全く違うキャラを演じてるっていうことをさ、ピンポイントについてくるような発言。どうした？僕は性格なんてものを信じてはいないんだ。多分人間にあるパラメータは影響されやすさくらいだよ。君が自分と思っているその性格も意識処理しきれない多くの環境変数で決まっているんだ。じゃあ神谷君はその環境がああいう環境だったからこそ神谷祭として今の神谷祭として成り立っていると。お前の話はいちいち言葉が難しい。うん。
一回さ、論文でさ、サウでもわかる、東京来るのすごい。そうやな。なんかちょっと番外編のなんかあれでさ、サウでもわかる、東京来るのすごい。なんだそれ。つまりは、自分が自分と思っているそれは自分ではないってこと。もっとよくわからなくなった。もうしょうがないな。お、そう言って僕はまだ一つ写真を手に取った。こんな感じだったっけ、写真って。鏡の壁だよ。忌々しい壁だな。お前とドライブして事故に遭ったのも、はこの鏡の壁のせいだ。そうだ、ベンツも天国で思ってるぞ。あの鏡の壁がなかったら今頃こうじゃなかったんですけど。鏡越しなら見えるでしょ。何が映ったんだったっけ。許さない、見つけてー。今の時点でこれが意味する言葉ってさ、まだ分からんな。これも君の記憶。記憶？許さないって本当はゆる、え？ちょっと憎んどったんかな？記憶なくす前の桜井くんも。他にもいろいろあるよ。よく見てごらん。もう時間だね。僕の目が覚めるのか。久しぶりにユリアちゃんと話してよかったじゃないか。夢落ちと分かってる夢もそこそこ楽しめるものだな。僕が出てきたからかな。ふう、かわいいからね、ユリアちゃん。そう言って遠くが笑った。じゃあ最後に、鏡の壁を最初に見つけたのって誰だっけ？そこまで分かっとったんかって話やもんな。重要。そうなあ。これで最後、影山に最後に会ったんが神谷君だってことは証明されたけどさ、これが2週目の第3章の方でさ、鉄君視点で会ったんよな、これ。どんな話をしていたかっていうのは、そっちを見てください。神谷と影山。これは影山くんがいなくなる直前の映像よ。それって。どういうやりとりしていたのかっていうのは、それも第3章の話。第3章の話。これだけ決定的な証拠があれば。それなら今日、神谷に聞いてみようか。あ、来た。いあら、諸角か。アホか、諸角この章で消えるんだったな。やけん、諸角の過去編的なのをやるんだったら、ここのタイミングしかないんか。